皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。今世界で日本食がブームになっていることをご存知でしょうか。近年その人気を徐々に上げている日本食ですが、世界的な新型コロナウイルス感染症が続く中でも、海外における日本食レストランの数は北米や欧州、中東地域を中心に増加を続けているといいます。新型コロナウイルスの感染拡大は世界中の飲食店に大打撃を与えました。コロナ禍においてもブームが続く日本食は国境を越えて愛されていますが、外国に住む人の中には当然日本の味が苦手という人も多いのだとか。お寿司やお好み焼きなどが世界中で人気を博す中、納豆やわさびなど独特な風味や食感を苦手とする声も届いています。今回はそんな日本食についての話題と、それに対する外国人たちの反応を私玉木がお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。日本食が嫌いというと、周りの人たちから変な目で見られるようになった。ブームが続いているけれど苦手な人もいるということを知ってほしい。ブラジルのリオデジャネイロに住む50代の女性が投稿したツイートが話題となっています。女性は、街の中に新たに進出する日本食レストランが増加する一方で、日本食の味は好きになれないと言います。世間は日本食ファンが多いことから、自分の食への好みに戸惑いと疎外感を覚えていると話しています。私は日本のことが大好きなの。ブラジルには日系の人もたくさんいるし、親しみはあるんだけど、どうしても日本食の味が好きにはなれないの。でもこれを私の周りの人に伝えると懸念そうな顔をされるわ。少し寂しい感じがするし、日本食を好きじゃない人がいるんだということを理解してほしいわ。こう話す女性ですが、海外には日本食ブームとは裏腹に、日本食の味がどうしても好きになれないという人も一定数いるようで、女性に対して共感のコメントが寄せられています。早速そんな声の一部をご紹介していきます。俺は今まで一度も日本食を食べたことがない。見た目に味気がない気がするし、健康とは言っても美味しくなかったら今後も食べたいと思わないね。テレビでは日本食のことばかり紹介されているわ。パリにも日本食のお店が増えてきてるし、みんな日本食に夢中。なんというか、他にも美味しいものはたくさんあるはずなのにね。自分も日本食はとてもじゃないが無理だ。生の魚をそのまま食べるなんて、考えただけで体調が悪くなる気がする。まして踊り食いという文化まであると知った時は鳥肌が立ったよ。孤独を感じる必要は全くないよ。僕は日本に住んでいるカナダ人だけど、実は日本食があまり好きじゃないんだ。結局マクドナルドばかり行っているよ。地元で食べる日本食は好きなんだけどな。寿司にクリームチーズやアボカドを乗っけて食べるんだ。とはいえ本場の味は自分の口には合わないよ。リラックスして過ごせばいいと思うわ。好みは人それぞれなんだから。例えば私はお米と豆類があまり好きではない。私もブラジルに住んでいるけれど、ブラジルではこの2つの食材はよく出てくるから、母国であっても他人と食事するときは大変だわ。世間ではブームだけど、僕は匂いがダメなんだと思う。生臭い感じとかさ、生の食べ物がダメなのかもしれない。アニメで見た食事に憧れて一度トライしてみたんだけど、ちょっと好きじゃなかったな。お箸も上手に使えなかったし、ストレスなことが多かったよ。私もチームに入れてほしい。ブームの日本食が好きじゃないの。だけど家族はみんな日本食が好きで、家で作る料理にも最近出るようになった。このように世界の日本食ブームに乗れない海外の方がいることが分かりました。日本食は健康的な上に味も美味しいことから世界では人気になっていますが、一方で匂いや食感などの独特さから苦手な人も多いようです。コメントには日本食が得意ではないという女性に対し共感の声が集まりましたが、中には
日本食の良さがまだ分かっていないのではという意見も散見されました。批判的な意見が多いけど、日本食は一度食べただけではその美味しさは分からないだろうよ。2回食べただけでも十分ではない気がする。違う文化なのだから適応することが重要だと俺は思う。慣れない食べ物を食べるとき、脳がそれを受け入れないように設計されているんだ。だからトライを繰り返していく必要があると思う。なんとなく日本食は食べてこなかったけど、人気だし食べてみたいな。頑張ってトライしてみるよ。他の文化を受け入れるには、日本食に限らず徐々に慣れていくといいというコメントも寄せられています。実際のところ、日本食のブームは世界でどれほどのものなのでしょうか。フランスの首都パリに住む30代の女性が日本食人気についてこのように語っています。私はパリの繁華街近くに住んでいるの。日本食レストランは日に日に数を増やしている。パリにいる人たちは日本の文化が好きな人が多いから増えているんだと思うわ。私は日本食が大好きなのだけれど、周りにはダメという人もいる。寿司は美味しいけど苦手な人も多い印象ね。実際にフランスには日本食のレストランが増加しており、フランス全土で日本の文化が広まっている状況です。アニメやドラマ、映画などの娯楽ジャンルが普及するのと同様に、日本食文化が徐々に根付いているといいます。またパリだけでなく、フランス第二の都市リヨンの駅構内にはおむすび専門店が入るなど、ジャンルのバラエティも増えてきているといいます。鉄板焼きやラーメン、カツ丼など特定のジャンル専門の店が多くなってきているのも印象的だわ。お好み焼きが大好きだからいつか大阪に行きたいわ。前に日本に行ったことがあるけれど、東京と横浜にしか行かなかったの。本当に後悔しているわ。このように日本食が好きではないという人の存在も肯定しつつ、日本の文化を堪能している人もいるようです。この女性は週末には必ず日本食レストランに足を運び、毎週の仕事のモチベーションにしていると話しています。家族には日本食が好きではなかったという弟もいたようですが、徐々に慣れていくことで今では一緒に楽しんでいるといいます。弟はもともと日本食が好きではなかったの。でも毎週少しずつ私たち家族と食べていたら好きになっていったの。中でも弟のお気に入りはうどんみたいだわ。だしの旨味を堪能できるお年頃になったのかしらね。時には笑顔を見せながら話してくれたフランス在住の女性のインタビューには、様々なコメントが海外から寄せられています。日本食というと魚料理を寿司だと思っている人が多いから、もう一度定義し直す必要があると思うよ。あんなにバラエティに富んだ料理は他にはないんだからさ。日本食は中毒性があるよね。牛丼なんて天国にある食べ物みたいだよ。日本では安価に食べれるんだろう。早く日本で牛丼をお腹いっぱい食べてみたいよ。海外だと日本食レストランの値段が高いのも、日本食が好きになれない人の理由の一つじゃないかな。トライしやすい価格提供ができればもっとファンが増えると思うのに。前までは絶対に合わないと思っていた日本食だけど、今ではすっかり好きになってしまったんだ。麺類はもちろん、丼物なんてもう美味しすぎるよね。自分は30歳まで日本食を食べたことがなかった。友達と一緒に日本食レストランに通い始めた時も、最初は焼きそばしか食べられなかったけど、今では寿司系は何でも大好きになったんだ。トライ&エラーだよね。アニメで見た卵かけご飯を家で作ってみたんだ。最初は生卵を食べることに抵抗があったんだけど、食べてみたらすごく美味しかったんだ。醤油もちゃんとしたものを買ったから、風味も豊かで美味しさが口の中に広がったよ。嫌いな人も多いけど、俺は日本食なら何でも大好きだわ。もちろん本場の味付けのままで食べるよ。単純に美味しいんだ。自分は日本食が大好きなんだけど、刺身だけはどうしても好きになれないんだ。日本食とはこれから上手に付き合っていきたいね。天ぷらは最高に好きだよ。欧州から遥か昔に輸出されたものらしいけど、
今ではすっかり日本に馴染んでいる。日本人はアレンジすることが得意だよね。生の食べ物以外にも日本食にはたくさんの料理があることを多くの人に知ってほしい。日本食を生活に導入してから体の調子がとてもいいんだ。食事をとることで健康を獲得できるのは他にはない良さだよね。寿司はうまいけど苦手な人は多いよね。好きになってほしいというのが本心だけど、それぞれが好きなものを選択して食べられるのが日本食の良さでもある。鉄板焼きは本当に美味しい。米も大好物で、今では欠かせないものの一つになっているよ。ぜひ僕の周りでも広まってほしいな。日本に住むきっかけは食への興味さ。町には美味しいレストランがたくさんあって、アメリカに住んでいた時に毎日のように通っていたマクドナルドには行かなくなったよ。食べたくないものを食べる必要はないし、自分が食べたいものを食べればいいと思う。日本食に限った話ではないよ。それを否定することは誰にもできないのさ。パリに住む女性のインタビューに寄せられたコメントから、現在日本食は世界中でブームとなっており、その人気が確かなものであることが分かりました。しかしながら、先ほど紹介したブラジル在住の女性のように、日本食が好きではないという人も一定数いることも明らかになりました。日本食への理解を示してくれる人もいる一方で、そうではない人もいるということをしっかりと覚えておきたいですね。いかがでしたか？よろしければぜひ、コメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。